おはようございます。ジャスト株式会社代表関正行です。今日はちょっと世間とこの自分との関係、世間様と、どうも日本人の圧倒的な多くの人、おそらく80%とか85%ぐらいは世間と自分との関係を、世間が圧倒的に強くて、こうおそらく神のような感じ考えてる。で、これかなりいいこともあるよね。社会が秩序立つ。で、街も清潔だったりね、いうこともあるんだけれども、実はマイナスの面もある。どうだろうか。自分の、いい考えだったりとか、そもそも考え自体を出せなかったりとか、自分を押し付けて生きていくって言ったらいいんですけど。そうなんだね。そこに問題がある。その世の中がこう秩序だって、こう清潔になったりとかね、うるさくなかったりとかする、の代わりに自ら殺さなければいけないというようなことが出てくるね。となると、ある種世間はこう平穏なんだけど、この不幸な人も出てくるね、これによってね。なんか自分の人生生ききれてないなみたいな感じを持ってる人もいる。で、決してどっちか偏れって話じゃなくてね、それを分かってないといけないんだよね。で、私個人としてはね、これ対等であるべきだな、あるべきじゃない、対等の方が健全なのかな。で、世間と自分が対等であると、やっぱりこう折り合いをつけられる。世間こう言ってるけど、俺もこうしたいんだけど、お互いのいいとこで収まろうみたいな話がね。で、世間様だと折り合いつかない。もう世間優先だからね。例えばね、ファミリーレストラン行って、子供こうと一緒に行くような、子供ギャーギャー騒ぐと世間様の目が合う。ファミリーレストランってファミリーが行くとこだからさ。で、おじいさんがこう3人ぐらい来て、こうしんみり話してる。で、こっち見て、お前のしつけなってないんじゃないかという。どう？世間、もうこれミスター世間様だよ。ミスター世間様、もうこれ正しい、俺が神だみたいなやつが来るわけだ。たまにそうしてるよね。こういう人が一番厄介だ。こう世間の代表だみたいな、これで来るの。そうした時どうだろう。大概の人、世間様優先だと、遅い、すいません、ごめんなさいってなるんだけど、で、私だったら、そこは私対等だなと思ってるんで、そこだったら分かりますと、ご迷惑をおかけしました。ただね、ここはファミリーレストランで子供が来て騒ぐ可能性があるという前提でお越しになられた方がいいんじゃないでしょうか。ミスター世間はどうなるかわからないけど、それって私の考え方もね、あるからね。あなたの考え方、ミスター世間様の考え方もある。で、折り合いつける。それなら分かりましたってなるかわかんないんだけど、で、私だったらそうしますね。で、ミスター世間に屈しない というようなことなんですけれども、ちょっとね、自分がこう阻害されてるなみたいな考えてる人はね、ここの根底、子供の頃に特にね、この根底の中にこれが大きく刻まれてる。で、それをある程度対等の立場にしないとならない。そこはね、解消されないって話ですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。